ノックアウトシーンを演出する春日野選手、この重量級も VTR にまとめてみました。それをここでご紹介しましょう。2強の並立が続いているのがこのクラス。 WBA、WBC、IBF3 団体統一チャンピオンに君臨するのが孤高の天才ロイ・ジョーンズ。 WBA からはスーパーチャンピオンとして認定されています。今年も並み居る強豪を寄せつけず圧倒的な強さを見せました。唯一の対抗王者はドイツを主戦場にしている WBO チャンピオンダリウス・ミハエル・ゾースキー。10連続 KO を含む19度の防衛に成功。両者の統一戦に期待が膨らみます。4団体の歩み寄りが見られないのがこのクラス。 WBA の王座に君臨するのはバージル・ヒル。 WBC の王者はキューバのファン・カルロス・ゴメス。現在クルーザー級防衛記録を更新中。ヘビー級進出も視野に入れています。ゴメスと並びクルーザー級の双璧と言われるのが IBF 王者ワシリー・ジロフ。順調に防衛を重ね目指すはビッグマッチか。 WBO の頂点に君臨するのはジョニー・ネルソン。防衛を重ねる一方でこちらもヘビー級再進出を狙っています。WBA はイベンダー・ホリフィールドを攻略しヒスパニック系初のヘビー級チャンピオンとなったジョン・ルイス。 WBC ・ IBF のベルトは今年4月歴史的大番狂わせで橋村クマンが一時獲得。しかし11月のリマッチではレノックス・ルイスが本領発揮。その強さを見せつけ復権に成功。今後のビッグマッチに期待がかかります。 WBO の王座はウクライナの大砲ウラディミール・クリチコ。順当に防衛を続け兄ビタリとの兄弟同時王者を目指します。迫力ありますね。そうですね。あのゴジラの撮影シーンなんかね、はい、こうスローになるじゃないですか。バーンと倒れるところとか、はい、やっぱそういう感じありますもん。バーンと来てバーンとスローに見えるんですね。倒れるところとかね。ダイナミックです。まあそういうクラスをこれからご紹介していきますが、はい、小泉さん今のチャンピオン、あるいは注目選手言いましたけど、どうですか見て。まあそのライトヘビーではですね、やはりロイ・ジョーンズとミハイル・ゾースキーのこれ統一戦というのは本当に実現してほしいですね。大一番になりますよね。なかなかそのビジネス的な問題もあるんでしょうけどね、この2人っていうのはやはり結集してますね。そしてクルーザー級、はい、ここでですねやはりあのファン・カルロス・ゴメスがですね抜きん出てますね、だから例えばですねワシリ・ジロフとの統一戦という話がですねあまり出ないですよ、というのはですねやはりゴメスの方が強いだろうってみんな思ってしまうんですよね。そういうところでですね、まあヘビ級はもう先ほど申しましたけど、まあ、ルイス、両ルイスですね。ああそうですね。ジョン・ルイス、レノックス・ルイス、はい、まあこういうところがそのいて、そしてまた台風の目として対戦するとこの重量級もスターが揃ってますね。浜田さんはどういう印象を受けました？はい、まあそうですね、あの今言ったライトヘビー、まあ、統一戦もやってほしいなというのと、クルーザー級、まあやっぱりみんな性比べしてるんで、はい、まあゴメス確かに抜けてるんですけど、まあ統一してほしいなという感じは、まあ見ていても本当に、チャンピオン多すぎるなって感じしましたけどね。ゴメスがですねヘビー級ちょっと試運転もしましたけども、はい、あれ統一すればですね当然小泉さんヘビー級とやろうそうじゃないですか、周りから湧き上がってきますでしょうからね、そういう機運が。まあアルフレッド・コールとですね試運転ヘビー級やったんですけど、やはりですねクルーザー級ってのは 86.2 キロなんですね、はい、で今そのヘビ級の選手トップ選手ってもう110キロ120キロでしょ。やはり体格差がいかにゴメスといっても体格差あるように思いましたけどね。 その辺のところ重たいクラスながら体格差があるかもしれません、はい、続いてですね、ライトヘビーからクルーザー、おさらいしていきたいと思います。 VTR いきましょう。ロイ・ジョーンズ・ジュニア。They might come out at all timesさあこの試合は7月に行われたものなんですが、9月に放送させていただきましたフリオ・ゴンサレス戦です。まあ3団体の王座を独占しているロイ・ジョーンズ、孤高の天才と浜さん、このように、表現できますが、そうですね、まあ、この選手はやっぱり天才の中の天才と言っていいんじゃないですかね。何でもできるということですからね。ね、あの本当いろんなスポーツやらせても多分バスケットなんか前っていう、だからバスケット、はい、午前中やって、夜、ボクシングやるところなんか半量つけてやったっていうぐらいですかね。ね、
NXT가 다리오 스페카체스키. 뭐 호시 모나 빅 매치 난다 또 도이츠의 토라 다리우스 미하엘 조스키입니다. これは アレハンドロ ラカトス戦をご覧いただきたいと思います。マさん、このミハイゾースキーもね、長い選手ですね。それとこの選手は常に強い選手と、まあ、真正面からの試合ばっかりやってきましたからね、ずいぶんなんていうか疲れも残ってるんじゃないかなというふうに心配しますね。あ、そうですか。これだけの試合をするとやっぱり倒しっぷりも鮮やかですけど、打たれると本人がですよ、はいはい、打たれると相当響くでしょう。このロイ・ジョーンズとミハイル・ゾースキーの統一戦はあるんでしょうか。こういった迫力も持ち合わせていますミハイル・ゾースキー。ですよね、ミオ・ミハイル・ゾースキー。はい、はい、続いてのクラス、一つ重たくなりましてクルーザー級です。この4団体も交わることがありません。ワシリー・ジロフ、相手はレターローと戦った試合なんですが、これは9月の試合です。このジロフは小泉さん、カザフからアメリカへ、新天地を求めて渡った選手ですね、はい、プロでは本当にうまくその育って強くなりましたね、ワシリー・ジロフ注目選手。そしてお二方ともこのクルーザーで一番強いであろうとおっしゃいましたファン・カルロス・ゴメス、ドイツでの試合ですね。相手はピエトロ・アウリノです。アナさん、改めてこの強さを。この強さというのは本当にずば抜けてる状態がありますよね。うまさで、持って誰が勝てるか、まあ、うまさで勝てないだろう、はいはい、じゃあ強さで勝てるか、強さでも勝てないだろう、じゃあどうやって勝てるかと言うと、やっぱりヘビー級の選手かなという感じがしますね。どうなんでしょうか。 V 点を達成しています。ヘビー級行くのか。もう相手求めに新たなステージに上がってくれないとしょうがないわけですから ね、きついものがあるかと思いますが、はい、小泉さん、クルーザー級のお話ですが、ジロフとゴメスの先行きというのはどうなんですか。この2人はやらないんですか。まあ、その金銭的な条件が整えばですね、その対戦の可能性はありますよね、ただですね、ヘビー級進出に関してはですね、まあ、2人ともですね、やはりクルーザー級のチャンピオンだなと、他の選手なんかと比べるとですね、ファン・カルロス・ゴメス、やはりもう図抜けて大きいですよ、でサウスポーの大柄な選手ってそういう体格的な利点も持ってるんですけど、まあアルコールと戦った時ですね、はい、あ、やはりヘビー級っていうのは大きいな、このゴメスが大きく見えないやと思いましたね。コールも下から上がってったヘビー級の選手なんですけどね、ただそのヘビー級でその何年間か戦ってるためにですね、ヘビー級の体作ってますね、はいはい、ゴメスはそれがまだできてないですよ。だからそういったところでですね、そのゴメスがもしヘビー級進出するんだったらですね、そのウェイトトレーニング、そういうことでですね、栄養しつけたりしてですね、体作らないといけないですね、まあ、そういうことを考え合わせると浜田さん、はい、上であの180センチの小さな体でやってる対戦というのはすごいっていうのが分かりますね。いやですからやっぱり、まあ、あれだけマスコミに叩かれながらも評価せざるを得ないでしょうね。ね、うん、まあ、そのタイソンがまだ無冠なんですが、はい、やっぱり中心であることは今現在のヘビー級は変わりがありません。さあ、そして、残りました最後のクラスということになりますね、はい、まあ、バンクルアセが多かったんですが、歴史的なバンクルアセが先ほど話が出てるように、ね、このクラスではありました、はい、さあ早速このヘビー級の今年1年いきましょう。まさに動乱のヘビー級でありました。これは時系列を追って、ご紹介したいと思います。まずはですね、放送日は1月20日に行われたんですが、ご覧いただいたんですが、クリス・バード対ウラディミール・クリチコ、もちろん長身の方がウラディミール・クリチコです。クリチコというのはウラディミールの方は浜さん、はい、今年1年ずいぶん去年あたりが伸びた選手ですね。そうです、まあ、予想通りで言えば予想通りですけど出てきましたね、まあ、この選手は、まあ、例えばレノックス・ルイスにしろタイソンにしろ、みんなが、一歩
引いて見る選手でしょうね。そうかもしれませんね。そして3月3日に行われたんですが、イベンダーホリフィールド VS ジョン・ルイスです。まあ当初は小泉さん、もう一人のルイスなんて言われましたけどね、ここでルイスがだんだんと株を上げていくわけです。まあ両者の第一戦でですね、まあルイスがその優位だったっていう声もあったわけですよね、はい。この再戦でですね、まあダウンバックですね、圧勝ですよね。ラスベガスで沸かせました。浜田さん、このルイスの良いところっていうのは、このトランクスのことですね。真面目で一生懸命というのが良いところでしょうね。あ、ボクシング的には。まあですからボクシングもこの性格が出てますよね。なるほどね。ただここを一つだけ、取り上げろというとですね、やっぱり。特徴的にはちょっと難しいところありますよね。よく言われるんですが、特徴がないところが特徴なんだと言われてしまう ね、ジョン・ルイスです。だからヘビー級というと何か一つ大きいものを持っている選手ですけど、ルイスはどっちかというとそうでもないですね、はい。さあ続きましては、世紀の番狂わせが行われた、起こった試合です。これはライブでした。4月の21日、放送日は22日だったんですが、ヨハネスブルク、南アフリカです。ルイスが王座から陥落しました。これもある意味は浜田さん、はい、後々振り返ると歴史に残る一発でなんでしょうね。そうですね、やっぱり、誰もがルイスの右ストレートで勝つと思いましたからね。まさか大の字になる場面は予想しなかったですね。だからこの試合は本当に油断大敵という言葉が当てはまる試合じゃなかったですか ね。フォローするならば、小泉さん、ルイスが絶不調で、ラクマンが逆に絶好調だったということも挙げられました。まあそれまあ結果論ですね。そうなんですけど、ただラクマンの方はですね、捨て身の勝利です。そのルイスの方はですね、やはり相手過小評価して余裕持ちすぎたっていう面ありますね。そしてマイク・タイソンが登場してまいりました。これはデンマークで行われました、ブライアン・ニールセン、デンマークおるかヨーロッパの人気者という選手であります。浜田さん、打たれ強かったですね、このサンドバッグの体は。ニールセン、まあ、タイソンからすると長いラウンドやったということで、試せた分良かったでしょうね、はい。それとタイソン、ずいぶん体重重かったですから ね、重くて、スピードどうなんだろうと思ったんですけど、このパンチの振りなんか見ても速いですよね。そうですね、もう右のダブルなんか、今まであんまり出さなかったんですけど、そういった自分のボクシングができるという証明できた試合でしょうね。またよく立ってました、ブライアン・ニールセン。でも小泉さん、タイソンは試合後反省のコメントもかなり出してるんですよね。今回はいい動き、スピードがなかったと自分で言ってます。だからですね、だんだん復調しつつあるんですよね。それを自覚できるっていうのはタイソンのやっぱりいいところだよね。当然視野にはレノックス・ルイス戦というのを入れた発言もあったんですが、それまでに2試合やりたいんだと、言いました。その辺も自分のまだまだこれからなんだという気持ちが出ているのではないかと思います。この試合は視聴率上がりましたね。そうですね、まあ、ニールセン負けたんですけど、ニールセンの数字が本当高かったです。視聴率を測る会社ですよね、はい。そして最後にご覧いただきますのが、このハシム・ラクマン対レノックス・ルイス、リマッチです。王者と挑戦者の立場がひっくり返りました。この試合というのはレノックス・ルイスに、浜さん、言うならば一部の隙もなかったという感じで上がってきましたね。大事に大事に本当に、崖っぷちに立たされて、本来のボクシングができたと、持ち味発揮した試合ですね。この一戦でルイスがもし仮に落としたら、そうそう今度浮かび上がってこれないでしょうからね。引退ということにもなったんじゃないですかね。下手すると追い込まれますよね。それほど研ぎ澄まされた一発。小泉さん、前々から言われてたんですが、右の一発はやっぱりこの試合ピカイチですね。そしてこの試合は左をうまく使ってたんです。自分の距離、自分の距離で戦ってたんですね。ルイスが左を使えば鬼に金棒と言われるゆえんですが、よく左も出ていました。
極端な言い方すれば浜田さん、はい、左だけで勝利を得ることも可能だという使えばね、まあ、使えばです ね、まあ、だからこの今回に関与すると右を使うための左ですよね。ああいう風に左に出ているとやっぱり左に神経いきますからね、はい、ラクマンツールと、ね、ああ左長いな長いなと思っていて右が飛んできたらこれ避けられるわけないということでしょう、はい、まあそろそろ出ましたので大の字ですね。そうだったんです ね誰もこの後続くとは予想しなかったですよ。でもよく立ち上がりましたが結局は完全に勝ち切ることはできませんでした。勝ち上がることはできませんでした。王座が戻ってきています。